と一緒に吐き出される本、手にはスマートフォン、うつむいて going home。 何気なくタッチパネルスクロール、気になるツイート、笑顔ハンドメイ、素敵なライブ楽しいと、あなたの笑顔がここにここに、気づけば林になってる。 Love Bottle Head Yeah New SmileLove bottle head, yeah, good smile. Love 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 bottle head, yeah, good smile. Good, good smile. Get up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 .あなたの笑顔をハンドメイドクラブバルヘジア。
とうございます。あれあれなんかいなかった気がするけどさ、ゴキブン北野勝利と中山咲が誰もいない今日はゲストが2000人で来てくれるはずのゲストと2人でお送りします。皆さんに笑顔をハンドメイドするはずの番組でございます。ハンドメイドございますね、はい、楽しいね。ボイコット、ほんま番組に遅刻するとかどういうこと MC 悪れどういうことなのかな、これはどういうことなのかな、はい、帰っちゃったのか、帰っちゃった呼び込んだ、呼び込む感じなんですか。おら、ですかね、じゃあちょっと呼び込んでくれますか。私呼びますか。僕に呼ばれるよ。一人一人呼びますか。はい、はい、では今日のゲストを紹介したいと思います。はい、今日のゲストは、中田麻子さん、お願いします。はい、中田麻子さん、もう毎度なきようよ。はい、次はですね、高橋飛鳥さん。格好ではないか。格好ですね。ございます。ただクリスマスの感じが可愛い感じの、はい、それではもう一席。あれ、もう一席、もう一席。あれ、飛んじゃっていいかな。あれ、あれよっかな、よっかな。ポツンと一人でいるのもかわいそうだから。はい、じゃあ呼んでしまいましょう。はい、佐藤和真さんです。出ました。拍手が一番でかいですね。勘違いな。いいね。初めてだよ。ここから来たの。素晴らしい。いい感じ。ちょっと舐められるやつやと思ったんだけど。なめられやつ。そうでございますね。ではですね。今日はこのメンバーで。はい。お願いします。じゃあ早速、自己紹介からいきますか。自己紹介してもらいましたね。はい、自己紹介、自己紹介、自己紹介、何を書いてないでは、中田さんから、はい、一言どっちですか、こっちかな。千葉県出身のギターとピアノの弾き語りシンガーソングライターをしております、中田様です。千葉県出身、高橋飛鳥です。好きな食べ物、椎茸です。よろしくお願いします。はい、東京都出身、佐藤和真、ギタリストです。よろしくお願いします。お願いします。これで行ってみよう。4日ぶりです。よろしくお願いします。4日前いなかったです。4日前、4日前、確かに。あ、会えてないんだ。そうだ、どうぞ、会えてないですよ。あ、そうなん、私もほんまにギリギリにして、終わる間際やったら最後の組できたんで。違う違う、もう自分の曲だけ歌えればいいやん。あ、なんていう人だ。そんなことはないですけど、そんな風に考えているんですね。いやいやいや、この番組を、今日はもう一方だけクリスマスの感じ。今日ね、そこに置いてたら、なんかね、ポンってね、衣装が置いてあったんですよ。そういうことないな。ってことで食いついたのが、それをハトキーの方に着させてしまった。着させて、着させてないから。みんなが見て見ぬふりをしてしまった。こっちだ。サイズはぴったりだよね。サイズぴったり。これ私が着れない。どうぞどうぞどうぞ。作戦大成功。大成功。サンタのいないクリスマス。何しろね、トナカイだけです。ちょっと見えにくいけど、舌も履いてらっしゃるんですね。一応ね。あと可愛い。大成功です。なるほど。こっちだけですよね、多分嬉しいの。ね、の画面の向こうにいらっしゃる。画面の保養的なね。今、うちらに言ったんだろうけど、見てる人に今向かって言っちゃってる。違う違う違う。敵に好感度落ちてるよ。皆さんのために。CM 来ないよ、CM。髪の CM 来ないよ。私の髪の CM ね。大丈夫。皆さんのためにね、毎日髪のね、ケアを。あ、そうです。私は。じゃあ、大沢行ってもらえますかね。そうですね。もうちょっと批判がね、あれですから。じゃあ、どなたから参りましょうか。飛鳥さんから
入ってもらうと、はい、PA 助かります。はい、ちょっと、事情的な感じで。はい、お願いします。申し訳ないんですけど、セッティングの方じゃあ、はい、お願いします。うん、さあ、今日のテーマ。はい、今日のテーマはですね、うん、12月17日は飛行機の日だそうですね。飛行機の日、はい、1903年のこの日が、そういうことか。ライト兄弟が動力飛行の飛行機の初飛行に成功した日ということで、今日のテーマは飛行機。飛行機にまつわる皆さんのとっておきのエピソードを飛行機にまつわる？飛行機か。飛行機？いや、とっておきのエピソードって。ねえ、ね、飲んで降りたって今日めっちゃ難しい。飛行機ね。とっておきって言われたらなんかダメだな。上3階降りるまで回された。マジで？降りれず。風とかそういうことですか？で、あとあの空港が混み合ってて、これで行った道があるから、そうなんや、3周も回されてて、あ、これ僕もあるあるある、そうなんですか、あの国際便を30分止めたことある、絵に映ってる、どんどん喋ってどんどん喋ってる、こっち側行くもね、燃料切れになればよかったあれ、あ、サポートで、はい、サポートで、セッティングは OK ですか、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。なんて言えばいいの、君を目の前にして、私は上の空であったあの日のように、少しためらっている。
じゃあそのまま朝子さんかな、うん、セッティングじゃあお願いします。どうぞ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 。じゃあ今日の、はい、そしてプレゼントは、プレゼントはですね、はい、今日はですね、うん、CD こちらの石田莉子さんとですね、うん、今から歌ってもらう中田さんの、この間の、はい、CD、あ、そう、日曜日にね、あの、アドミュージックジャパンっていう、クリスマススペシャル番組をここでやって、その時の、そこで在庫余ってる分、番組で、あ、それダメなやつ、プレゼントにします。限定じゃダメなやつ。限定 CD なんで。なるほど。その日限り、その日限りのやつなんで。だ今回はちょっと、はい、あのプレゼント的には美味しいプレゼント、うん、ですね。あとパルフェジアステッカ ー、あとゲストのサイン入りフライヤー、うん、番組のコーナーで使用したスケッチブックの用紙、うん、と番組終了後の集合写真、うん、サイン入り、ね、今日は特別、うん、あ、ちょっとダメ、あ、ぶっかり、あ、あ、2019年、あの違う、これここにここに見せるか、ここに、どうやり、ここにここに写真集ですか？写真ここに見せて、カメラにカメラに見せた、ダメだよ、どうだろう、そうですよ、こんな色んな顔できるんだよ、ちゃいます、違う、そこじゃない、整形、私はこうやって整形しました、段階的にこれ色んな方が載ってた、そう、15人だったから、折り目がついてる、あ、ほんで、今のページが、はい、そうやった、4ページ、なるほどね、まあ、これがもらえる、今日 あまり見せられへん感じでダメだ、もうこれをじゃ あのこれはなんかどういった心境の最初だよだからね、だからシチュエーションがあるみたいなんですよ、そう、なんかね、なんか面白かったよね、まあ、え、あの私だけみたいな、あ、そう、あのね、そのね、あの15人ぐらいいるじゃないですか、うん、それ、あの多分一人一人 1日か2日かけて撮ったみたいなんですけど、私だけ20分なんですねバイトだったから、上目遣いを忘れてた、あ、ちょっと1人おさえでしょうか、もうちょっと聞こえるね、土手の斜面を利用して高い位置から撮るこのコーナーで30分、この本が、おお、これなんと、あとでサイン入れてもらえる、サイン入れてね、おお、豪華やね、今日これ魚に酒飲めんね、おお、やめてこれ、そうだよ、2時間ぐらいこれできる、今日もう帰りたいいやいやいや、あとあの後ろにあってある写真も今日は最後なので、おあ、私サインで最後ね、で最後ですのでね、今日中谷美咲と、うん、何スペシャル、スペシャルプレゼント違う、じゃあ今日短めにしようか、すぐ、何一回やめてみたいなやめてくださいね、うんうん、あれって言ってほら、ワリポポさんが間違えて乗っちゃったのなんかの手違いでよし、よく言われる、まあんまりいじめないで、では、お願いいたします、あんまりも
いでいた夢を一筆を別れの訪れに気づいても素直に認めたくはなかった。誰も知らない明日へ日は落ちてゆく今日もまたずっとそばにいると優しい聞いていきますか。はい、では、本日はどんなお話をしていきますか。ね、聞きたいと思うんですけれども、うん、皆さんがですね、音楽または今の活動を始めたきっかけを聞いていただきたいなと。あさこさん結構ね、会ってますけど、そういう話ってしたことないですね。なんかこっぱずかしいですね。なんかこっぱずかしいですね。何これこれ。やはりそう、パルフェジア、そういう番組だなって。あ、そうか、なんかいつもと違いますね。いつもなんか、くだらないことしかしないです。いや、ゲストによって変えるんですか。あ、そうです、はい、そうです。いつもは適当だったじゃん。じゃあ、島ファミリーは適当扱いで、あ、ここで出ると結構いい感じでやってくれる。なるほど。そうですね、毎週いろんな他のアーティストにも聞いてるんで、あさこさんにも聞かなきゃなって。ちょっと嫌そうだね。そういや聞いたって言われたね。そういう感じで、じゃあ、ねほりはほり。ねほりはほりね。じゃあ、ねほりはほりましょうか。はほってください。え、きっかけですか。最初の音楽に触れたきっかけは、なんか4歳頃からピアノを始めていて、でまあ、最初は音楽家になりたかった。ピアノとか弾く人とかになりたかったんですけど、なんか中学あたりでこう私はちょっと引っ込み思案だったわけですよ。なのであのピアノの伴奏をしたい人が増えてきて、私やる、なんか増えてくるから、ちょっと私はちょっと、あ、じゃあどうぞとかなっちゃって、あ、これはなんか負けると思って、なんかもうちょっと、ね、特徴のあるもので勝負しようと思った時に声は、まあ、なんか
他の人とはちょっと違うかなと思って、うん、あとちょっとこうボーカルで出そうと思って、それで高校入ってすぐにボイトレに通い始めたりとかしまして、ですね、そこからでシンガーソングライターになりたいと思ったのは大学を卒業する直前くらいです。じゃあ曲を作り始めたのは大学生から大学生くらいですね。高校生はどうでもいい曲ばっかり作って、曲にも、まあ、書いてたんですけども全然ダメダメな曲ばっかり書いて、でそうですね、ちゃんとあの世にあのちゃんとライブハウスでやるっていう時にちゃんと作ったのはその大学の頃に自分で歌おうと思ったのか、自分で作った曲を自分で歌おうって思ったの。そうですね、大学で音楽サークルに入ったので、うん、いろいろな曲をやっていく中でそのユニットを組んでてオリジナルも作ろうかみたいなのがありましたね。それがきっかけです、うん、音楽サークルはなんかこうバンドとかだったの？バンドとかですね、最初はドラムで入って、ニルバーナやらされてすごいそうです。でもあれですよね、鍵盤、ギター以外にもサックスとか結構いろいろある。そう、サックスは小学校の時吹奏楽部でやって、中学の時はファゴットとパーカッション。ファゴットって、ファゴットは木管楽器で一番音が低いのが出るやつで、すごくバスーンとかも人も言いますけど、先がこうなってるやつ。あ、やってるやつ。あ、なんかこうなってるやつそうそう、そうなってるやつ、そうなってるやつ。オーケストラですね。たまに路上でこう、あ、それじゃないそれじゃないです、あれそれちょっと北欧チックな、なんか分かっちゃった感じがちょっとあれじゃない、僕のアイデアじゃないです、あれじゃないです。あ、もう違う、そう、フルートとかも持ってたんですけど、なんか肺活量が足りなくてすごいめまいがしてる。フルートの方はいるんですね。そういう大きいのよりもフルートの方が肺活量いるんですね。あ、そうですね、フルートは金管楽器なんで、の方が木管楽器の方が楽です。それすらはもうちょっと知らない、知らなかった。いろいろ触るのが好き。多彩ですね、ギターとピアノやってるのは知ってましたけど、それはそんなにはしてない。よく言えば多彩だけどね、悪く言うと秋っぽい。あ、そうなんですよ、それ言っちゃった言うね、言うね。ちょっと思ったけど、私あ、思ったそうでしょ。あ、なんで俺はそんなこと全然思えない。一番思ってるから友達関係として広く浅いです。そういうこと、そういうこと。それがきっかけで、それからじゃあ活動を始めたわけですね。そうですね、大学の終わりから。大学卒業するとともにこう、みんな別の道へ行きまして、ユニットを組んでた人が、でまあ一人でやるには一人で歌える、一人で弾ける曲と一人で歌える曲を作らなきゃって、また新たに違う曲を書き始めたんですね。で、その後ってどっかでバンド活動とかしたことないんですか？バンドは全くないです、ね。あ、全くないんだ。はい、その後はなくて、そうですね。でワンマンの時にサポートでバンドのスタイルでっていうことはあるけど、はい、なんかバンドだとめんどくさい言っちゃった、ちゃんとわかるな。ただ他のバンドメンバーもめんどくさいと思う。だから私がこだわるからすごいこだわりが強くですね。そうなんですよ、だからこだわりを聞いてくれるのはサポートじゃないですか。そうですね、バンドはみんなの意見をまとめなくちゃいけない。でもさ、美咲ちゃんなんか結構バンドに憧れたでしょ。私やってましたよ、うん、でもね、めんどくさかった。やっぱそうなんだ。めんどくさいっていうか、なんかこう、嫌な顔されたりしません？サポートだからと思って、なんかバーって言って、なんか違うんだよねとか言って、口で、なんか苦しく言えないじゃないですか。なんかこう、ダンダン、チタンみたいな感じで言うから、わかんないみたいで。感覚チックな話なんだ。そうそう。そう、だからうちらスタッフもほんとめんどくさいよ、お前感覚で言うからね、ほんとね、アーティストはね、ほんとにもうめんどくさい。そういう生き物だってもう分かってるからもう大丈夫です。オーラか、オーラか、ニュアンスやからな。ニュアンスなんですね。だもうやる側だろうね、それを聞く側に引き出しがあるから。そうそうそう。でも、でもさ、変な話、結構それで通じちゃうケースって多かったりして、うん、こんな感じで。ファンさんの場合はやっぱずっとやってるから、
ある程度、あ、そうですね、ニュアンスも分かってくるんじゃないですか。メイさんは、うん、割とやっぱりあの楽器は弾ける人なんで、うん、ね、音がまあ絶対音感もあるから、うん、この音ちょうだい、この音ちょうだいがすごいはっきり言ってくれる人だ。ただやっぱりシンガーさんで特に何も楽器弾けないって人は、ここの部分ちょっと森の中にいるような感じなんですそういう感じ、そういう感じ、森の中、はい、なんか都会っぽい感じでみたいな、あったかい感じとか寒い感じ、そういう方はどうやって汲み取ろうっていうまずちょっと一回飲みに行こうかなみたいなそっからですよね、うん、俺のあったかいのでいいのかな俺のボキャブラの中のあったかさでいいのかなでもね、なるほどな、あ、そういう感じね。例えばなんかあの映画のこういうシーンとか言ってくれたのかな、分かりやすいかもね。森の中って言われるよりかその映画の中って言ったらその BGM そのまま使いますけどあ、なるほど、食っちゃえみたいなじゃあ続いて高橋さん、まあ、うん、私あのちっちゃい時に、小学校、中学校の時に養成所に入ってて、親がそういうのすごい好きで、なんかこう女優さんにしたいみたいな、歌じゃなくて、で、なんか小学校の時 CM にちょっと出たりとかしてたんですよ。で、子役的な、子役的な本当にやってて、で、中学の時に、なんか私本当に歌が嫌いで、嫌いで、その授業があるんですよ。毎週日曜日になんかこうレッスンとかがあって、なんかこう歌のレッスンとか芝居のレッスンとかがあって、歌だけは本当に嫌いだったんで、もうサボってたんですよ、この時間で。サボって出ないようにしてて、でもそのある時テストがあるってなって、その日だけはまあ出なきゃと思って一人ずつ歌わなきゃいけないんです、先生の前で。本当に嫌だったんですけど、まあ勇気振り絞って歌ったら、意外に褒められて、いいじゃんみたいな言ってもらえて、中1の時にそこでなんかちょっと調子乗っちゃって、うん、俺はいけるぜ、あ、これはちょっと歌好きになっちゃったね、その瞬間に。もう初めて歌で褒められて、褒められたことがなかったから、でそこからもうそこの養成所辞めて、で高校入ってからそういうなんかボイストレーニング始めて、もう歌しかないって思って、でそこからもう働きながら歌やるって言って、そこからずっとやってたんです。へそれやっぱり認められたっていうのがじゃあ、そうですね、ですね、そっからそれがなかったら多分やってない。ジュンさんの方は、ジュンさんの方は私芝居があんまり好きじゃなかったので嫌だったんですけど、でもまあ自分そこなのかなって思ってやってたけど、タレントみたいな、そう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 、で親はそっちにしたかったらしいんですけど、でも歌が好きって思って、お母さんがそうなんですか。お母さんがもうなんかその新聞の横手に、ね、あ、 ね、あるような、 なんか劇団みたいな、なんとかみたいな、ああいうとこに応募して、オーディション受けさせて、入団させて、入団、ジャニーズみたいな、そうそう、あのジャニーズみたいな、それでやってましたね。うん、いるんやね、ほんまそういうのってね。そうそうそう。ね、お母さんが、ね、その興味ある。お母さんはあれですか、もともと女優さんとか。いや、なんかカラオケ大会のその番組、カラオケなんとかみたいな、あのなんか千葉テレビみたいなやつになんか出たらしいです。あ、出て出たらしいです。そうそう、のど自慢みたいな。で、お歌が好きなんですね、お母さんは。じゃあ、なんか女優さんみたいな感じのなんか芝居、まあ、歌の方が好きだったと思う。へぇ、まあ、でも、子供のは、を言えるとしてやっぱりどこに行くか分からへんから、まあ、とりあえずそういう養成所に入れとけ、ね、そこから歌にバッて来たらもう歌でその時でも褒められてなかったら今ここにいないですもんね。いないですね、まさかこのトナカイね、ね、まさかそうなんだよね、お母さんも喜んでるんですよ、うちの子トナカイやってるわスターになったわあのお母さんこれ自分で選びましたから自分でそれを通しましたから、なるほど、強制したわけじゃないね、巻き絵に引っかかった、実績にね、実績にやっていただいて、あれ自分で曲を作ったりとか、作ったりとかしてますよね。そうですね、してたりとか。その時に楽器とかって使って、楽器は本当にもう全然弾けなくて、最初そのもう鼻歌、で歌って、でもコードとかも何もわからないから、そのボイストレーニングの先生に鼻歌を歌ってそれで音拾ってもらうみたいな。懐かしいやそういうの。そうなの、ずっと続けてやって、今も
いや、今は全然まあ行動とかちょっと拾って、まあ、中田さんにちょっと投げる。今弾き語りやってるじゃん。弾き語り、うん、一人でやってるね。弾き語りしてます。やってるんですよね。やってますよ、うん。いや基本的にはこういう感じってやって、例えばこのここコードなんかもっと良くしてよみたいな。アレンジしてもらったり。あ、なるほど。そういうなるもんないな、最初歌は嫌いやったって思ってたのに。ねえ、なるほどね。僕は歌しかないってなるわけやろ。もうな、みんな。今日なんかトップランナーみたいで、ずっと歌えたら。ねえ、こんな感じでしたっけ。まだいい話なんだよ。いい話なんだよ。すごい違和感感じる。もうちょっとしょうもないことやってる番組でした。いや、この番組はしょうもないことやるんだよ。ここから、ここから、ここからピークだ。今、上げとかないと落とせない。そうでしょ。今僕のテンションすごく下がってるでしょ。僕もあんまり入っていけないな。今、ローギアに入ってるこれから上げてくるんですか。こうなってる。岡島さん、聞いてみましょう。あ、僕だよね。このちょっとギターを始めたきっかけは、やっぱり兄がやってたので。はい。それ何歳くらいですか。10歳です。その時お兄ちゃんって何歳だったの。お兄ちゃんじゃ2人兄がいて、うん、真ん中が5個上で上が8個上で、離れてるの、結構離れてて、自然と早く、ね、うん、やるの、うんうんうん、やっぱね、モノマネとか真似事ですから、基本的にお兄ちゃんの、うんうんうん、タブミラのギターで、お年のまで1枚のギター買って、あー、素敵な曲ですね。でもエレキギターですよ、そういうのを買って、で、なんか、せっかく練習も全部なんとなく弾いてました、ね、うん、それで弾けるようになるんですね、あんた。ならないですね。それから、何やってます一応、世の中の人に語弊がないように伝えますけど、ちゃんと練習してます。でも11歳から一気に今じゃねえ。すごい才能だなと思って。ソロギターっていうのを始めたの、はい、がね、21か2なんです。2歳、22歳ぐらいになってから。ゾロ目の年なんですか。いや、関係ないです。そこ拾われるとちょっと俺22やったら面倒くさい縛りを使って10歳って言ったからゾロ目じゃないですね。22で大学の2、3年ぐらいで始めて、アコースティックギターを始めて、で、あ、そうなんですか。それまでエルキずっとエルキ。そうなんや。結構のそのいわゆる音作りに関してエフェクターオタクだったので、だから今アコースティックギターを弾きながらも足元がすごい豪華というか、いろんな音色を使ってやるってことをやってるんですけど、その年からか。やっときっかけは、きっかけは、あの、今は亡き島ファミリーの島さんという人がいるんですけど、なかなか生きてる人でした。その人は本当にお世話になった今は亡き、今涙を流すシーンなのかと思って、今は亡き、僕にとってはすごいやっぱり人生のね、あの交差点を必ずいつもいる人で、その人が要はその時組んでいたユニットの、うん、高校1年の時に高3だったんでしたっけ。高校の1校への先輩なんですけ、ね、ど、でまあ、もちろん高校も卒業した後の話ですけど、22の時にまだまだ一応進行があって音楽的に、うん、で今その時志麻さんが組んでる2人のユニットの音源にギターを入れてほしい、うん、ただアコースティックだからエレキじゃなくてアコギなんだよねって言って、僕まあついでにその時アコギを買ったんです、うん、で入れるためにまあアコギを買ってアコギをレコーディングして、でそこからアコースティックギターを触り始めたっていうのが、うん、そうだよな。志麻さんに褒められたからじゃなかった。志麻さんは誰でも褒めます。あの人はいい人だね。でもなんかあれね、そういう絶対出る人ってある。そう。うん。要所要所で。いますね。うん。おるおる。なるほどですよね。でもそうだよ、そこでアコースティックギター握れへんかったらソロギターに行かへんかったかもしれないね。かった。もしかしたら。もしかしたらね。ないと思う。そうや、そんなに、あ、じゃあ志麻さんすごいじゃないですか。志麻さんってすごいですね。全然前に出てこない感じはあるけどね、影ですごいんやな、志麻さん。影響を与えてきてんだよ。すごいなるほど。すごいですよ、もう、何やろ、感性がいたかで。絵なんか描かしたのもピカイチ。そこね。どっちかというと天才より奇才ですね。そうなんですね。紙粘土でもすごいことをする。あ、そう、紙粘土やりたいなと思ったこの間久しぶりにやったんですよ、番組で紙粘土をね、クリスマスのね、やったね、そうそう、
簡単。3D 面白かったよ、あれ。誰も何も喋れへんなってなって。それ誰大丈夫、今太郎が買ってくるから買ってくる。ここでじゃあちょっとね。シワファミリー作って作り上げたものを誰もいらないのにあの視聴者プレゼントしていらんねほぼ壊れてる状態のものを袋に入れてるバラってるミサキちゃんの話もせっかくだからそうだね来たい来たいよきよきじゃ あ, あの写真集を撮ったやんばかけまたここを映しながらちょっとあのナレーションでいきましょうナレーション絵はこっちで絵はこっちで全く関係ないですよ。やめて。目に何がついてるの？あ、タンポポ。タンポポ持ってくれ。ちょっと鼻じゃなくて。じゃあ お願いします。鼻からタンポポ。これを撮った機会ですか？これはですね、目で飛ばそうとしたんでしょ？違う、あのね、これ本気の話、多分一人でモデルさんがキャンセルになったんですよ、多分。おそらくで、いなくって、うん、でたまたま知り合いが、うん、なんか音楽してる子がいるけどって言って、うん、たまたま私は。ですけど、あのちょっとバイトが忙しくて取れないですね、とか言ったじゃあ20分取るからって言ってこのリバーブさ、階段話私がなんかもらっちゃういやいや、そうそうやってね大丈夫、時間なんかいらないから全部一発よここよっつって私女優よこう道歩いてたら多分プチってるここよっつって取りなさい太郎取りなさい違う違うあのでもね写真撮られてね最初は照れるんですよちょっとちょっと分かったこれにちょっと一言足してこの表情で一言言ってフリップボケですかいや目の前に誰かいてると思って一言言ってちょっと待ってくれる何だろうな、okay. これにですね、うん、いくよ321私を見とけばいいのちょっと今日なんかお説教渋いな渋いなちょっとカメラ行くとこ忘れちゃったどこ行けるかなってしまうてか その話が聞きたかったわけ。なになに？いや音楽を始めたきっかけ。あ音楽ね。音楽はです ね、クラシックピアノを4歳にやって、うん、4歳からやってて、10年間くらいやったんですけど、なんかね、すごいね、ダメだったみたいで、あの譜面が読めない。うん、なんかもう。ドレミミみたいな10年経っても、うん、そういう感じだったから、そうそれ で高校になる時にやめますって言ったら普通は、うん、もうちょっと考えてみたらとかって言われるんですよ、でも、うん、その方がいいかもってえマジで言われて、それで勉強もねあるしねって言われて、うん、あ私ダメなんだと思って一切高校の時は触らなかったんですよピアノを。別にピアノの先生が言うわけ先生が言うのすごいこと言うんだ私ね、もう立ち直れなくてねピアノ本当に嫌いになったそれはちょっともうはっきり言うわへぇ、はいはい、で、なんでやめなかったので、高校の時はじゃあ弾かんかったの全く、私野球部のマネージャーだったあ、先生あ、そうだあ、そうだあ、そうだあ、ぽいかもしれんスパルタのね、マネージャーだったの分かるなわかります。わかる。なんかでも結構それってみなみちゃんに憧れたわけじゃなくて。うん、私ね家族がね野球がずっとみんな好きでちっちゃい時から見てたんですよ。でお兄ちゃんの高校で私入学して同じ高校 で入れ替わりだったんですよ。であのまああいつの妹かみたいな感じになって、じゃあ入れてくださいよって言って入って、で全くピアノ触らなくて。で進路決めるってなった時に、私介護の何もしたいことなかったから介護のなんか専門学校でも行こうかなって思って鹿児島だったんですけど、探してたらお父さんがお前がしたいことってそれなのって言ったから、うんって考えて、あ私音楽をしに行きたいですって言ったら、じゃあ行ってこいって言って、その時にパッと音楽になったんや。うん、歌は好きだったんですけど、ちょっとでもなんか、まあいつかは有名になるぞぐらいで何もしないタイプの感じだったんですけど、そこでじゃあいざちょっと考えたんだね。そう、親に言われて、ああそうだなって思って、じゃあ行ってきますって言って親に背中を押された感じ。おお、なるほど、なんかいい話。
いい話だね。いい話になっちゃったよ。で、どこで笑えばいい？たぶんどっかに落ちがあるはずなんですよ。ないないよ。いい話でしょ。いい話だ。つまんない。つまんないって言ってるよ。つまんないって言ってるよ。つまんないとか言わないで。じゃあ、もんからしは言っとく？いや、もう今、もう嫌だ、本当に。じゃあ、こっから行っちゃう？はい、このまま行っちゃうよ。このまま行っちゃうよ。じゃあ、流れでコーナー。はい、私の最後の。ああ、そうだね。では、よろしくお願いいたします。番組コーナー。はい。もしも、〇〇だったら、みんなのたられば聞いてみちゃる。はい、このコーナーはですね、もしも〇〇だったら、うん、いろんなシチュエーションにですね、うん、あなたならどうするということで、皆さんに答えていただきたいなと思います、うん、ではある意味大喜利で違います。違うの、うん、本当に、ま、真面目な真面目に真面目な、うん、マジのやつ。マジのやつ。そう、マジのマジで答えて。もしもあなたは音楽、うん、ピアノやめなさいよって言われたらそういうこと。野球部のマネージャーになる。そうさ、そういうこと。はい、今日はですね、うん、最後ですから。はい、最後ですから何も変わらない、うん、はい、行きます。出る、うん、無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていく？なんか前やった気がすんだ、これ。これ前やった気がすんな。これ日本。で、この子は私。すごい、この日本地図ちゃんとしてる。そう、これあの誰かのとちょっと違う。日本地図。ひろみさんだっけ？そうそう。いや、あれわざとだから、ね。これは日本だよって私が言ってる。けどめっちゃ関東に四国が近いよ、ね。あんまりそこはね。っていうかさ、あれだよね。鹿児島でかすぎないそれ。違う、鹿児島、九州。そう、この鹿児島のさ、なんちゃら半島がでかすぎないこれ。そうね。ダメダメ。じゃあ、書いていただいて。よろしいですか？一つだけですよ。一つだけ、うん。マジなやつ。マジなやつ恥ずかしくない？でって出して、シーンとされる。で、へーで終わらない？いや、なんでそれなの？マニアックなやつかもしれない。マジだったら、だいたいね。だってこっち二人はさ、生きていかなきゃとか、無人島に一つだけ。わかんない。何、こっち二人が決まってるんですか？うん、パンツとか。いや、パンツ入る。パンツは別にいらないじゃん。持ってなくてもいい。無人島だからさ、誰も見てないわけでしょ。うん、じゃあ人がいたら。無人島じゃないじゃん。前提変わる。前提が変わってる。ひどいわ。設定変わるわ。適当。物じゃなくてもいいですか？うん、何でもいいです。物じゃないってこと、人を連れていくってこと。そうですか。人でもいいですよ。でも無人島じゃなくなっちゃう、それじゃ。あれ、ダメなんですか？あ、そうだ。もともと無人島って設定だからね。そうだね。人は。じゃあもうこれしかない。じゃあ動物連れていく。動物？それはまだ、生き物やったらあかんわ。なんて最後食べればいいでしょうね。最後食べそれ、今は存在しないものでもいいな。今はこんなに俺、なんかどこでもドア。ほら、いると思ったよ。そんなあ、そういうのダメ。ドラえもん。もう現実あるもんや。そう。じゃあドラミちゃん。どこにいるの？はい、よろしいですか？書けましたか？はい、では、中田さんからオープンしましょうか。あれなのかな？物じゃない。いいよ。はい、てるん。好きな人のこと。一番飽きないじゃない。もう今、俺の中で島さんが出てきた。なんで？なんで島さんが出てきた。シマさんがなんで俺連れてくるんだよ。シマさん、なんでそこでそのいい人ぶる。いい人ぶる。いや、人とか動物 OK やったらそれも決まってるもん。この人にいろいろ揉めないで。違う、だから来てもらったりパシリ。そうや、あの木の実を取ってもらったり。パシリちゃん。共存するためにね。共存するために、私が生きていくためにこの人に活躍してもらって。2人で慣れると奴隷ね、好きな人たくましい人だよね。だからお互い好きな人だったらやってくれる。ああ、そうなんかね、
日曜日から無難なんで。おかしいよ。なんでですか。あのケーキといい。ケーキも無難なケーキ。あのケーキ。ケーキ無難。変顔したじゃないですか。あれも白目が微妙だ。なんかこんなとこ。大丈夫。大丈夫。今日はそれ以上のことやってもらいますよ。いやいややんないっすよ。こっちに。大丈夫。こっちに。というわけで。好きな人ってね。好きな人。私そうあれしなかった。何があんまり。あれしなかった。あれしなかった。なんかあそう来たから。好きな人あれしなかった。じゃなんか自分なら考えつかないなと思って。うん、煽るやん。え違うか。ちょっと待って。はい。はい。トナカイさんに聞いてみましょう。トナカイさん。トナカイさん。トナカイさんはいかがでしょうか。デレン。携帯。ああ電波ないんですよ。無人島だから基地局ない。電波ない。電波ないけど、あのアプリとか。あの衛星の電池なくなっちゃう。衛星系充電なくなるまで、ね、充電なくなるまでちょっとずつやな。1日だよ。1日5分だね。ああなるほど。今時の人っぽいですね。いろんな使い方ができますね。写真見てみたり。そう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 。ああ懐かしいなと思えるかも。死んでしまいそうね。なるほど、携帯で。さあ、続いて。はい。はい。お願いします。グワドン。ペットボトル？ペットボトル。これ結構実用的に考える。空のね。そう。ペットボトルがあると、まあ、雨が降れば雨を食べる。食べることができる。いろいろ実は用途がすごいんですよ、ペットボトル。何でもできて。なのでね、一応ペットボトルってこれ全然面白くないでしょ。なんでかというと僕ね、島さんって書いてた。先にやめなさい、潰しちゃうから。潰しちゃうから。聞いたことあるな。これもうね、潰しちゃうから超焦ってペットボトル。形が書いたけど。なるほど。ペットボトル。ちょっと焦ったわ。ちょっとね。ほら。そう。ボケて無視。ダメです。ダメ自身やっちゃうな。ゲスト殺しですよ、それ。でもね、人って書くから、まあ、そう、うん、まあ確かに三島さんそれをもう開拓されたら俺 もうこの答えは書けへんかったけど、うん、それなしで、うん、物として考えたら、うん、俺はやっぱこのぬいぐるみ、かわいくねぬいぐるみをだからその友達として連れていくわけですよ。すごいね。人はあかんから、あなるほどね。人はあかんとして人やったら人よ、やっぱ喋れるからだけど物をちょっと意外すぎてちょっとそういうことだよ。あと髪が伸びる人形とかもいいんじゃない。ちょっと見たいですよね。だからもしかしたらぬいぐるみと戯れる感じ、共に伸びていける感じ。ずるいな、今の出し方がずるいな、あの司令塔だしね、あの髪のハードルを上げさせないって司令塔だし、ずるい、いいな、最後は赤くなる。ちなみに自分はどうだった？食べ物。え食べ物？何物？具体食べ物？チョコレート。あーえでも、まあ、間違いない、チョコレート、うん、マヨネーズとかもいいけどな、うん、マヨネーズと知らない。あさこさんがチョコレート。上手ですけど、僕も大好きだよ。負けがぐらい好きだよ。ケーキなんかね、自分で買うケーキはこれじゃ買ったことない。いや、ダメですよ。王道はチョコが、チョコですよ、ちゃんとした。何ミルクチョコとか、ちゃんとしたチョコです。あ、ケーキとかじゃなくて、そうなんや。俺の三段とかアイスやったら全部チョコやから。チョコ味が好きなんです。それは負けたかも。チョコグラデーション。チョコ好き、チョコが大好きや。チョコが嫌いな顔。甘いもの好きじゃん。なんかお酒も大好きです。お酒も好きやけど、うん、甘いもの好きや。どっちが好きですか、お酒。両方好き。どっちかだったら。やったらもうどっちか選べって言われたら。ただもうお酒。やっぱり結局。さあ続きまして。はい、続きまして。はい、行きます。で、もしも透明人間になったらどうすると言いたいところなんですけれども、変えます。言葉で好きな人と出ましたけども、うん、もし恋人に、うん、恋人がいたら、うん、恋人に浮気現場がバレたら、うん、バレた？バレたら？なんて言うか。あ、言い訳？言い訳。言い訳？あ、誰よそれ。あんた何してんだよって言われたら。もう浮気する前提や。現場ですか？どんもうバレちゃうんですか？あの矢口まりみたいな感じですか？ちょっと待って、今のピーにしたやつ。矢口まりは何だ？それとも歩いてるぐらいの程度ですか？まあまあまあ。あ、じゃあ矢口まりがしたいんだっけ？
そう。ちょっと待って、そこは膨らまさなくていいから。使えなくなる。外で例えば歩いてるぐらいの。うん、まあ、シチュエーションは任せますけど、まあ、バレた。もう、その現場を見られた。現場っていう。あの、だから、どこまでが現場。完全に、誰が見ても、そう、手つないでこう。とかね、もう完全に浮気だって、誰が見ても判定するような状況を、見たときに。見られたとき。見られたときに、なんていうか。やぐった状態でね。やぐった状態で、そうそうそう。なんて言うか。もう最後だから。なんて言う。言い訳ね。言い訳っていうか、なんて言うか。なるほどね。うん、これはなんかよくあるパターンはあれですね。心は許しちゃいない。お姉ちゃんとか。兄弟って言っちゃう。体は許したけど心は許しちゃいない。ちょっとなんかやだ。いやな。最低や。最低なことやな。まああの現実的には皆さんしないという前提ですけど。そんなことするわけないよね。もしもでしょ、だからもしも。もしもそうそうなったら。だね。いやもう分かんないよ、曲のためにいっぱい横をそるっていうのも。そういうそれはダメ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 。あ、じゃああれじゃない？新曲のため。いやいや、浮気じゃなくて全部本気だったらよ。全部本気出た出た。いや、あのね、全部本気っていうのが、全部本気っていうのが世間で浮気だった。そうそう、そういうこと、そういうこと。どうしようかな、ちょっと待って。もう書いたんすか？書いた。ちょっと待って。なんて言うんだろう。ちょっと待って、ですけど。これは浮気じゃないんだ。男って嫌ですね、こういう。こういう人が来たときに。いい人ぶるの嫌だね。そうそうそう、いい人ぶるの嫌だな。俺でもね、ちょっと真面目に考えてしまった。でもやっぱりあの結婚してるかしてないか絶対に変わりますよ。だってしてたらこれね、どうしようもないよ ね、 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 ね、そこ答え決まっちゃうでしょ。さよならってね、僕はじゃあ独身代表として今独身代表として独身代表な感じで行きたい。そうですね、行きましょうか。はい、かけました。かけました。まだちょっとかかる。ちょっとじゃあこっちから。じゃあもう俺先行こうか。あ、じゃあ流そう、流そう、流そう。自信がいくな、もう行くな。リアルに考えて、リアルに考えて、俺はあの家に帰った時にそのバレてたて。あ、バレてた。あんた、浮気してたでしょ。ちょっと耳赤いんだ。なんだろう。で、こうちょっともう帰ってこう、なんか服とかこうやってもうバッと財布とか置いたりして服とか置いてる時に、なに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 ってこう、あんたどうやったのこれ、これ、これみたいなこと言って、そういうことや。やだ。で、おもむろに夕凪テレビを歌いました。それは歌いませんけども開き直っちゃうんですね。もうそう、そういうこと。上着の時はやだ、本当にやだ。でも最低したらの話よ。したらね、するかどうか別で。しないけど。でしたらっていう前提やったよ。そうそうそう。いやこれ北野さんのあのコメントむずいな。むずいよ。これむずいな。むずいよ。これ無理だな。アミちゃんかわいそうだよね。名前出した。嫁の名前出したらね。それこっちみたいな話じゃない。みんな住んでたのにそこで。しないですけど。そうそうそう。私が悪いから。いやもう今しょうがないけど嫁人間やろうぜ。私が悪いんですって言ってます。もう損しか生まれねえよ。ごめんなさい、本当に違います。やらない。いやもう俺出してしまったからみんな出してもらわな。そう、もうこれはね、あのやった手でね。やったでしょ。役立たダメなんだ。役立たダメなんだ。そこ雑に言っちゃダメなんだ。雑に言ったらあかんじゃないよな。さっきからな。いいのやつね。ダメダメ。はい、では、誰？トナカイさん。誰行きましょう。とっておきはの起こしておいて。そういう派手な。トナカイさん。男女で行きましょうか。男女で行きましょう。トナカイさん、じゃあよろしいでしょうか。はい。じゃあ、ラーメン。ごめんなさいって素直に認めて土下座する。おー、うん、あ、僕毎週土下座してる。あれじゃあ毎回毎回してるってこれが本来北野さんから望まれる答えなんですよね。ですよね。ごめんなさいってことはあれやね、もう、もう認めてほんまの浮気やったってことね。ごめんなさいって、うん、あ、任させたけど、ね、まだそれで許されるでしょ。あ、ね、
土下座しちゃう。土下座する。土下座しちゃう。マキは本気って言いますからね。あ、そうなんですか。私経験者は語るんじゃない。経験者でこういう質問は。私はね、違うの。絶対しないですけど。はい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 、はい。フリップ。今思い出してみて、ね、なんかの場面ここにあったよね、今。うん？ない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 。思い出す過去が。透明人間にしますか。あ、今そら、ここまで言わせていいんじゃない、とあ透明人間になりたい、透明人間、そういう時ね。いや、まあ、それもいいけど、それもいいけど、とりあえず聞きます。とりあえず、はい、聞きましょう、うん、はい、じゃあ、誰行きますか。カズマさん行きますか、うん、え、ここ姉さんでしょ。姉さん行きますか。じゃあ、はい、じゃあ、せーの、でれん。この人は今の時点で、あなたより私を必要としてくれてる気がしたの、ごめんなさい。あ、これもじゃあうちに変わってるんだ。本気本気だから、それでそれで、でもこの人、そのあなたが、その浮気現場を見たあなたが私をもう本当に好きだったら、うん、俺の方が好きだって言ってくれると思う。ちょっとかい、あの、私は悪いんだけど、でも今あなたよりこの人の方が、私は求めたってこと。私の方と必要としてくれてる、ね、私はその人の役に立ちたい。いい答えだな。一番私を必要としてくれる人の元に行きたいからって言って。ええ、女の発言やな。ええ、女の発言。で、だからそれで別れるって言ったら、それはしょうがないと思います。すごい、もうね、あ、ちょっとこれは怖い。相手のせいにしたよね。完全にね、すり替えたよ。いや、そう言えるっていうのはすごいことやと思う。すごいすごい。もう好きっていう気持ちを抑えてそう言えるっていうのはすごいことやと思う。うん、私の自分の一番の気持ちよりやっぱりそれが、私が本当にそう思って生きてきてるので。おお、そうなんです。朝子さん本気すぎて笑えないって。ガチガチガチ。怖い。でもガチ加減には俺も負けてないよ。俺それがね、一番ね、生々しい、それ。そうそう、一言で終わらせたけど、そういうことだよ。やりすぎな、この後。こんだけ真面目にね、うん、独身代表の男性、はい、独身代表お願いします。はい、じゃあちょっとチャラい僕を見せます。はい、でん。一度の人生だったら、ドキドキは多い方がいいでしょ。最低最低最低。今度なんか下がればいいよ。今度下がればいいよ。何人と付き合ってんだよ。何人と付き合ってんだよ。隣でさ、露骨にやだって一番リアルな意見だよ。ありがとう。そういう人が男を、ね、強くするじゃん。それ言ってるよ。いや、うん、してしまったら、そう、何回もしてしまったら、そうそう、やってない、みんな、しない、そんな言う人をね、出来上がったら詰めよ。そうそうそう、よし、じゃあ言い出しっぺ書かなきゃ。言い出しっぺちょっと書いてもらおうか。よいしょ。いや、ていうか逆にそういう現場やったらどうやって言い逃れするのかちょっと教えていただきたい。うん、私してない、したことない。だからもうこういう状態だよね。こういう状態でガラッて開けられた。してないけど。現場を。こういうでもこういう状態ならまださ言い逃れるし。まあいいや。私だったらもうしてない。開き直る。してないんで。何を、何あの記者会見開くわよ。そうそう、記者会見する前やっと。それは男のあれやな、器を騙されるな。もう増えたらええよって言うのか、もうせんといてなって言うてしまうから。この後絶対海洋サスペンスで殺されるやつだよ。めっちゃ殺されるよ。そう、私すぐ殺されるみたい。あなたなんかね、何やねん、そんな次にね、私が気合ったやつになってくれて。っていう感じよ。最後の同期シーンで出てくるの。それそういう感じでやるかもしれない。言うかもしれない。で、最初は言いますでしょ、一言目は。言いますでしょ。やってます、うんうん、やってるだろう、めーって浮気してんだろうって言ったら、やってろよって。そんな野郎と付き合ってたんだ。やってるだろう、おめーってあんま言わないけど。あんま言わんけど。どこの田舎のヤキです。いや、言われてないですけどね。あれ、金がめーや。
やってないですけど、もしね、言われたら最初はね、皆さんやってないって言うと思うんですよ。いや、やったらやったって言います。もう俺も、うん、だからもうそういうことじゃん、やったらやった、うん、だってなんかね、いろいろなんかコソコソしてるんだったら最後までコソコソ。いやいや、むしろ多分浮気するとき俺コソコソせえへんと思うで。するよって見てくわ。やだ、ほんとにやだ。かわいそう、マミさん。マミの名前を出すの可能性は低いけど、もしかしたら見てるかもしれません。本当に意味がわからないかったんですけどね、俺はね、うん、さっぱりわからないけど、これでおしまい。はい、最後ね、えぐい、ね、最後だからね、本当に傷つき合っただけのような、誰もと知らなかった、誰もと知らなかった、塩の塗り合いだった、本当にそう、するというしたという過程の話やから前提は、あの、まあ、捨ててしないっていうことだよね。よし、あれ一回やろう、うん、あれ一回やろう、どれ、写真違う、その隣、何これ、これ何これ、あ、刺してくるやつ、そう、うん、飛ぶやつ、じゃあ負けた人、負けた人変顔、へぇ、負けた人変顔、白目以外ね、白目以外ね、はい、じゃあ、サクッて行ってみようか、サクッて行ってみようか、俺から行く、田中さんから、はい、あ、ちょっと、じゃあこう行きますか、これ見えてる、サクさせた方がいいね、あ、刺すあこれ、仕込みじゃないからね、仕込みじゃないからね、どんだけ気になるか、仕込みじゃないから、私やりたかったんですよね、始まった、じゃあちょっとまあ、よろしくお願いします、始めてしまったゲームですから、変顔でしょ、日曜日もね、全部持ってったの、さすが、まだ刺してないって、いやいやいや、私刺してない、もう一回行こうか、いや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 、とりあえずちょっと変顔だけしっかり決めていただいて、変顔しっかり決めてね、歌にね、いただきたい、なんでやるんですか、なんでやるのかまず分かってないですよ、3、2、1でいきますか、はい、どうしよう、ね、いきなり振られてしまう、始めてしまったんですから、しょうがないね、姉さんフィックスでいきましょう、白目でいいんですか、はい、白目でいいんですか、もう何でもいいです、白目怖いか、じゃあさ、ちょっと変な顔してそのセリフを読んでもらってこの人はあ、それがいい、それでいきましょう、しれっとそれは変顔、面白い、それは面白い、変顔でちょっと顔見えるようにして、それは見えなくていいんだ、これを読んだ後に変顔出るんですか、これをガチで読んだ後に変顔出る、あ、あるだ、そうしよう、はい、カメラそれね、はい、これね、変顔どうする、本気でいきますよ、はい、3、2、1、顔隠さない、いや、さっきからいいね、いいね、あ、今見ようか、読み方からフッて下げてくれて、いくで、3、2、1、キュッ、この人は今の時点であなたより私を必要としてくれてる気がしたの、ごめんなさい、あ、怖い、ありがとうございます、よし、よし、よし、はい、よし、よし、よし、いや、いい流れ、いや、このまま演奏にいい流れ、じゃあ、高橋さんからまたちょっと見ていただきましょうか、まあ、すごいな、今日は盛り上がるな、今日はいい回ですね、セッティングの方じゃあお願いします、お願いします、スムーズすごいな、本当にすごい、ね、ホラーにも見えましたね、はい、しかしどんだけ引きが強いんですか、何回引けいいんだよこれ、ほんとね、ほんと2、3回で引くの、すごいですね、今回一発でしょ、すごいよね、おとといここで、あの、クリスマスをやった時に、なんか2連続で当たったんです、あ、すごい、しかもまだドキドキのドぐらいの時でしかも今順番飛ばして自ら入れてやる、あれどんだけ引きたいんだか、はい、セッティングをお願いします、はい、私じゃあ後で最後にやりましょう、一回もう一回もう一回やりたいらしいです、私以外、別に私以外はないそれはお家はそれは自分がやるしかないんだよね、やるだよ、なんか今日いじめ合いみたいな、決していじめ合い、知らんうちにさ、ちょっとハッシュタグが出てるんでちょっと、はい、読んでください、ハッシュタグ読んでもいいんだ、ハッシュタグ、今週は中谷美咲のセキュラル写真集と、あ、そこ、何やな、マジか、マジか
マジか、マジか。無難でツッコミどころのないクリスマスケーキを作る永田あさこさんの限定クリスマス CD が当たるんだって。当たるんだって、無難。無難や、高校出たか。出ました、すいません。私ね、小学校3年生のドリルでね、あってなる。今でも今ガチでやったらなるよ、でしょ。分数とかもうほんまやばいもん。でしょ、ほらだってたまにね、読めなくなる。あとチリもやばい。俺、去年行ったことないとこ覚えへん。日本ほとんど覚えへん。どこだっけみたいな。日本、非国民とかな。非国民ですよ。みんなぜひハッシュタグを。はい、あさこさんの白目、面白いですね。普通に、普通に返答が来ております。冷静なコメントが書いて。小宮のクラブホラーヘジャーはすごい。本当にホラーみたいだった。長いね。これちゃんとアーカイブ残りますよね。今の顔残りますからね。わかりますよ。皆さん永久保存版ですよ。今週のカバー写真今のにしよう。いや、いいかも。あの、いいことあったら黒目塗っていくって感じ。セッティング OK ですか。はい、はい、ではお願いいたします。抱きしめてくれたあの日に戻れたらな。
ございます。はい、今日のテーマは飛行機。そう、飛行機乗ります？飛行機2回しか乗ったことないです。鹿児島戻る時とかは？鹿児島、私鹿児島チリ弱いんだ。チリ弱い千葉に飛行機がなかなか乗らない、うん、あ、そうかそうか。じゃあその飛行機乗った時はどこ行かれるの？沖縄。そう、中学の時に、いや中学の時にお母さんと2人で、うわー、うん、すげー。それと、あと大阪、大阪に3年前ぐらい、うん、私飛行機じゃないんですけど、あのこう飛行機降りて、うん、そう、その時お母さんと東京に来て遊びに来たんだけど、高校生の時に、あの飛行機降りて、あの荷物取りに行くところの途中に、あのこう動くあの通路みたいなのじゃないですか。あれって結構基本的に止まる人と、あの歩く人いるじゃないですか。で、私歩いてたんですよ。で、めっちゃね、あの私の前がすごい空いてたの。で、前のおばさんがめっちゃこうやってサッ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 って歩いてて、でお母さんと、あの人急いでんだねとかって言うなら、あの急にこう止まらない、止まるあれでしょ、あの、あ、そう、その時にね、おばさんがね、すごいダイナミックにこけたの。こけたんや。こう、あ、その勢いでいっちゃったんや。そう、ガガガガッってで、ね、それをね、もう、あの、これぐらいならいいんだけど、もう、バンっていっちゃったから後ろからセーフアウトーとか言ってない、マネージャーとして言えばよかったね。そうそうそう、すごいからもうえらい勢いで怒られるもん。怒られる。すごいね。なんかプライド高いおばさんみたいな感じだったから、みんなもこう、話しかけて。そういう時はもうそうやな。そうそうそう。もうとんでもない怪我やったらな。そうそうそう。でもなんかこう、人を助けないのって嫌だなって、その時にね、ちょっと思ったんですよ。時と場合によるな。そう。東京は特に。飛行機じゃないんですけど。大阪やったらそれは声かけて。そうなんです。何してまんねん。ここ動かへんのかい。一人で多分言うてはる。何回言ってるの。その人がね。結果ここからそこを繋ぐんじゃないか。すごい動けたって感じ。大阪の人ってレベル高いんですよね。お、ええ感じに。あ、音が。じゃあこのままお願いいたします。I'm not afraid to die.
弱い生き物なんだ。交差点の各所で我に返る僕、ため息で自分が消せる前に SOS。 この連鎖から抜け出したくて一筋の縛りかなんか。え、知らないやだ。だから、姉さんは一回に二本ずつ。なんで？そうだね。そうしましょう。そうしましょう。私がもうやったから。いや、もうでもやっぱりね、ペナルティ的なね。そう、やる必要ないです。そうそうそうでやるんでもいいやね。だってさ、そもそも今日は姉さんのリベンジのためにやってるのに、わざわざやっぱり私引きたいわボーンでやってくれるから。違う違う、私先にっつってやったから。違う、なんか誘う勝ちみたいな感じだったから。いや、後ほどもう一回やることにしましょう。はい、はい、じゃあセッティングはいけますか。はい、じゃあカズマさんお願いします。Thank you.
じゃあ続いて我々のチームは1曲目でいきますか。私がマイクのケーブルがいる。せめてあの一巡しましょうね次。そうだね。私が引かなきゃ。私が引かなきゃ。あの目標高橋さんも高さんも入れてないでね。うん、入れてない。目標一周以上。やらせてもらえない。すいません、あ、じゃあ、朝子さん最後にすればいい。そう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 、そしたら多分一周回る。じゃあ、2本じゃあ、みんなが2本ずつさせばいいんですよ。でも、それはなぁ、みんな2本ずつ出せばいい。いや、だって当たらないと思ってない。そうやったとしても後ろ一周じゃ回らないから。そうやったとしても、必ず朝子さんが当てるんですから。もう次、白目の次何にしようか。同じのはとりあえずなしで。コロンの法則って何すか。やめなさいよ。何すかコロンの法則。やめなさい。寝コロンの法則。やめなさい。コロン。ちょっとなんか嫌だな。コロンの法則をやめなさいよ。活用しよう。やめ。法則。撮ってる人の頃、ほら、その撮ってるこの人の写真だけじゃなくて、撮ってる人を撮ってる写真。本当だ。そうなの。本当だ。2人カメラマンさんが。もうちょっと恥ずかしいな。ね、なんかね、私が一番恥ずかしい。こっちの方が優しいんだよ。やめてもう。ボランの方もやめなさい。やめなさいもう。面白いな。やだやだ。これは当たった人はじっくり見れる。ぜひね。そうそう、じっくりね。ね、やべえな、やべえ。この子飽きた。ちょっとやめて、飽きたとか。他の部署にいる人はね、生放送中に見るっていうね。あのちょっとね、あの真っ裸の人とかいますかね。え、そうなの。ちょっとどこ何ページ。あのこうぼやかしてますけど。でも出てるよ。出てますよね。うん、出てる。え、どこどこ。はみ出てた。やめて、私のはみ出て、私の歌聞いて。それ見ながら聞いて。私の歌聞いて。じゃあお願いします。はい、やめてください。で、コロンの法則。やめて。違う。やめて。大ずら。コロンの法則じゃございませんので。音色が違う。すいませんね。あのね、小声でいじられてんの。すごい聞こえるの。こうやって人は強くなるんだなってしみじみ。はい、はい、お待たせいたしました。思っていい言葉と
ありがとうございます。いやー、歌やったわ。あ、ね、めっちゃね、めっちゃね、こんなにね、歌に集中できなかったこと初めて。めっちゃね、ここで、これもね、これもね、PA タク離れたの初めて。そう。なんちゅうとこやねん。初めて。いやー、まあ、なくなっちゃう。こんなにね。いただきました。一番一番じゃない。皆さん、これだよ。これが例のやつ。やめなさいよ。何を見たの？いい色ですね。いい色。いい色。ちょっと拾っちゃったよ。拾っちゃったよ。ちょっと黙ろうか。拾っちゃったよ今。ちょっと黙ろうか。ちょっとマイク拾っちゃった。すごい、これで終わりなんてなんかすごく悔いが残った。全然なんか。そう。今日のねプレゼントはね俺も欲しい。欲しいよね。ハッシュタグなんだっけ。今週は中谷美咲のセキララ写真集とぶなんでツッコミどころのないクリスマスケーキを作る。後でちょっとあのなんだろう写真撮らせてもらっていい？買えよ。買えや。お前買え。さっきのさっきの出てるとこだけでいい。だから買えよ。私じゃないのね。そう。あ、そっちか。やめて買って。なんて日だ。あれ？全部セッティングしたのに、まさかの。いろんなことがありますね。いや本当いいラスト。今こっちがオンエアされてると思ったら全然携帯見てた。完全に北さんが言ってると思う。なんかこれで最後と思うとすごく本当にすいません変な変な涙が、うん、なんかありがとうございましたって感じじゃなくて、いやだってそういう風に終わったらだってもう帰ってこないでしょ。でしょ。あの、悔いを残して、いやいやいや、これこそ帰ってこないでしょ。帰ってこないの？これこそなんか、そうなの？二度とここの敷居をまたぐもの。二度とみたいな。敷居もまたがないの？じゃあ、美味しい担々麺は。なんでそんなことですか？食べ物もらいますよ。食べ物もらいますよ。もうちょっといろいろなものが変わるんですけど、食いついてる。大丈夫かな。すごい集中して見てらっしゃるけど。これオンエアしてるの？してました。めちゃめちゃ映ってます。あのギター弾くときでなんかすごい真剣な顔してる。そう。高まりますね。今日一集中。高まる。高まる。高まる。はい、OK ですね。はい、ではお願いします。違ってた。
風とこれからの風がぶつかるその狭間で風は止んだ。君のことカーテン君が力任せに閉めてレールを外れたその姿に僕らを重ねた僕に選ばせた香水の匂いがもうあのクローゼットからも消えかかってる風が止んだ日からこの夕なぎテレビは二人の未来だけ映らないままでまた一人暮れてく僕は君を探してスイッチを入れてしまう変わらず再放送ばかり流れてるけど枝分かれた未来へと続いてく今をいつかは映すのかなこの夕凪きの向こう側をはい、なんで日本
本なんで、はい、2本、はい、2本できた、姉さんは2本、いやいや、1本に、大丈夫だよ、はい、大丈夫、はい、いや、1本でやるから2本渡しても1本差し出して、1本差し出していいから、1本差し出して、どうしようかな、ちょっとさっきは選ばなすぎたんかな、選んでも一緒だもん、あ、くらいでください、来た、ちょっと待って、あ、これ大丈夫な気がするよ、はい、じゃあもう一本どうぞ、もう一本どうぞ、もう一本どうぞ、もう一本、大丈夫、逆回しかいから、あ、じゃあ逆回しかいから、あ、いいいい、俺一番組なんやな、ちょっと待って、さっき、あ、さっき入れといた方がいいよ、じゃ考えないで入れたから、もう一周来ることないでしょ、ないや、うん、ないよ、あ、あるよ、いや、剣も、剣も、大丈夫、剣も、剣いっぱいあるの、はい、あ、でも逆回しか、今のうちで、今さえ入れればいいのか、そうそう、したら絶対できる、あ、どうしよう、せこいわ、せこいわ、せこいわ、入れて抜いて、はいはいはい、おー、おー、おー、もう来るよ、いや絶対誰か、1、2、普通こういうもんだよね、そうそうそうだよね、こういうもんでしょ、え、やばいかも、こういうもんでしょ、えっ、はい、じゃあ2本に1つ、やばい、なんか大丈夫、この2つゴールしてから回すから、いやー、だってそんな、いや、やっぱね、今日はさ、最後だし、よし、やっぱね、ここはね、行ってみ、俺大丈夫だよ、あー、いやー、いやー、もう、綺麗、流れが綺麗、いやー、じゃあですね、じゃあですね、もうそれダメだって、写真を見せるの、私も嫌じゃあビフォーアフターでいきましょうか、生まれ使い振り返りポーズでお願いしていいから生まれ使い振り返りポーズは一回確認してこれをやった後の、おそらくこっちかな、あ、こっちの写真をやった後のセリフはそれでこういうやつね、それで振り返ってセリフ、あの浮気が生まれた時のセリフね、あー、じゃあそれではいきます、え、変顔しなくていい、いや、変顔し、変顔、振り返って変顔し、変顔しながら、その、一言、どっちから見よう、うん、もう、本当に早く帰りたい、今日みんなが出すと、俺見えるじゃん、あ、写真、あ、向こう向いててからやね、向こう向いててからや、あ、セリフ言い終わった後に、これでなんとかこれ、あの、ピント合わせなきゃいけないみんな見てわ、はい、なんか後ろ姿かわいい、あの子誰だろう、どんな顔してるんだろう、じゃあこっちから、うん、何やってんだよって言うから、あー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 もうやだ今日、じゃあ行きまーす、3、2、1、9、何やってんの、浮気なんてしてないしちょなんかすごい嫌だそれほど盛り上がらない、頑張ったのにな、そんな冷えた会場には行かれへんから、頑張ったのに、え、なに、私ちょっと温めてあげる、なんかもうちょっと温め、すごい今変な声だったと思うんだけどな、じゃあ何で2回じゃするんだって、なんかだって温まってないんだ、姉さんも無難だったって言ったじゃないですか、無難じゃダメなんですよ、オンエア時間終わるよ、終わるよ、じゃあ元気目でいいや、次は元気目でしょ、元気目、じゃあどうしよう、おかわりはっつったらスルーって面白い面白い、やめてみて、はい、3、2、1、9、おかわりはする、あ、寄ってた寄ってたもう何今日やっと早く座ってください、早く座って、早く座ってよ早く、これの放送誰も得しねえな、みんな痛いもう一回しよもう終わりよ、いや、もう一回やる
りましょう。はい。じゃあサッサッサッと。はい、サクサクっと。いや、すごい。もういや、じゃあここまでいいじゃないですか。え、やだ。いやいやいや。ゲームすごいからみんな。ダメだよ。これオフエアでやろうよ。もういいよ。3人でやろうよ。3人でやろう。道連れにするゲーム。ここはね、ここは3人でやんなきゃダメ。早く帰らせてよ。3人でやらんて。ダメダメダメ。いやできるよできるよ、うちらのね、こう、もう何回もやんないもん、アーティスト生命がかかってんすよね。なんか、お笑いの傷を巻こうっていう、そのあー一発でいったれ一発でまず、じゃあ何どんなシチュエーション、どんなシチュエーション、ちょっと恥ずかしめよそれ選ぶかわいい女の子だマジでシチュエーション何ちょっと待って、この空気からやるのやりづらいわ。さっきのドキドキは必要だよね、がいいんじゃん。っていうかさ、あのだんだん筋伸びてるあの分かんない、ここで筋乗っかるなよ。これ何が一番嫌だって、アーカイブに残るっていうのがちょっと嫌だよね。残るところでやっちゃう。どれさせたい？どれ？あさこさんがなんかあるらしいですよ、これっていうのか。てかさ、すごい生き生き始めたんでしょ。生き生き面白いね。さあ、タンポポ、タンポポ、吹き飛ばしてる。タンポポないから、なんか、天かなんか、なんか、棒みたいなの。じゃあ、そう、机にじゃあ肘ついてもらって、これをタンポポとして、棒と。はい、これを。何が決めの言葉を言った後に、だからさっきのドキドキのくだりでいいんじゃない？浮気の。ああ、そうそう。なんて言いましたっけ？それをなんか名言みたいに、ドキドキしたって最後人生の一度だからみたいな。ああ、素敵な感じ。ドキドキが多い方が。なんだっけ？島さん。島さん。はい、ここ行って、じゃあ吹いてもらいます。これありますね。で、島さんって。肘ついて。え、じゃあ俺座った方がいいこれ。肘ついて。あ、ここでもいいか。すげえ。こっちがいいかもしれないですね。どこでもいいや。ここでも大丈夫。あ、やり返したのもね。すごい。ちゃんと上向いて。ちゃんと上向いて。本気のやつでお願いしますね。すげえ注文が。やられたらやり返した。倍返した。倍返した。もうこれ最後や。はい、これ最後です。締めてくださいね。いつやるの？いいですか？いいですか？はい。いいですか？よし。3、2、1、9。一度の人生だから、ドキドキは多い方がいいでしょう。上がったもんね。はい、中村さんのライブ告知入ります。こんなにね。いや、行こうもライブ告知しちゃうよ。こんなに恥はね、足の引っ張り合いみたいなのね。おー、すごいね。見てる方がええやろね。こんだけ傷ついてるわ。特殊ねえな、今日の放送。本当に特殊ねえよ。まあ、我々傷が少なかった方ですからね。よかった。いや、無傷でしょ。2人でやる。いや、一番傷ついてんのマミちゃんかもしれない。今日のオンエア絶対見ない。まあ、私も見ない。告知。はい、はい、大から。私から。はい、お願いします。どこかな、カメラ。まず12月25日はクリスマス。どこかで路上ライブ。どこかで。決まってないんですね。決まってないです。どこかでやります。そして12月26日は箱ライブ歌い納め赤坂グラフィティさんで19時40分から演奏させていただきます。この日は、カズマくんとシマさんがいるので3人でお届けします。そして歌い止めは1月1日すごいな。年が明けて30分後ぐらいに横浜伊勢崎町の路上でマジで
開けます。去年も年越し路上やったんですけど、うん、まあ、年越しするときは歌ってないだろうということで、あ年越しはね、一応カウントダウンしちゃうんで、そうですね、まあ、そうですね、30分ぐらいかな。そうですね、岸田愛子さんもなんか年越しで伊勢崎の、そうですね、岸田愛子ちゃんは伊勢崎町のクロスストリートの中でですね、近所でやってる、暖かいところで演奏してますけど、私は向こうは暖かいんですね、私は寒いところで、ね、寒いところでやらね。いや、だからでそこで寒くなっちゃったんで、うん、あのここに来て温まる、ね、あ、そう、うん、あ、きょ、そう、去年はね、クラブパレフェジャーにね来たんですよ、この伊勢崎町をやった後に3時頃ここに来て、そうや、志麻さんの、ね、こたつにでみかんみたいな、そうそう、また温かい担々麺を食べて、そうですね、お腹痛いけどね、そして日の出をね、あの目指して、そう、はい、年明け、はい、そして、まあ、ここライブ一発目は1月15日渋谷ゲストというところで三ヶ尻まなみさんのイベントに出ます。で2月2日日曜日は銀座ミーヤカフェでフワライブ、こちらチケット発売中ですので、これは和真くんが出ます。2月2日、そして2月中旬にバレンタイン直前スペシャルライブというのをとある場所で観覧無料でやることになっておりまして、ちょっとまだ明かせないんですけど、あの今月中に発表、あのライブハウスではないところでやります。あのなかなかみんなやらない場所で、本当だろう、楽しみに。そしてニューアルバムエスケープ新たな自分へというのが発売されておりまして、うん、500万完売に向けて成長、あれそれ間違ってますよね。間違ってるね、精神中で精神中間違えた、精神中で、あ、素で間違えましたね、はい、進みたいです、ね、精神中って書きたかったんですけど、精神中ね、神、まあ、これ人って読むからね、これね、そうね、苦しい、はい、とりあえず今月中に200枚は行きたいと思って、あと6枚で200枚行くので、うん、ぜひあの25と26でぜひ皆様買っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。高橋さん、はい、お願いします。はい、12月18日真昼の月夜の太陽、これ明日です。明日でこれ歌い納めなんですけど、歌い始め1月10日これ金曜日プリンスパークタワーで、うん、はい、歌います。赤羽橋の横に東京タワーがある綺麗なところ、姉さん出たよ、そうそうそう、の第5弾ですね、はい、歌います。イジスさんのイベントでございました。で1月22日 ZEP 東京で歌います。でこれあのシンガーガールズコレクションっていうイベントで、そうです、これなんですけど、あーこれ3回戦とも、そう、南ちゃんも出てるやん、3回戦とも勝ち進むことができて、そうです、そうです、そうです。で1月22日に立ちますので、よかったらお願いします。頑張ってください。電話鳴ってる、電話鳴ってます、電話しましたけです。はい、はい、高田さん、はい、僕ですか、はい、あ、どうしよう、今週の情報を言っときましょうか、じゃあ、19日、はい、ここの MC をやってらっしゃった南沙耶さんの、はい、サポートで、サポートで、銀座のミーヤカフェというところで夜やります。それから、21日の土曜日、キサラギアイさんのサポートで、皆さん知ってるかどうかわからない場所なんですけども、銀座のミーヤカフェという場所で持ってますので、はい、どちらもいらしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ラジオも言えば、あ、ラジオ、毎週土曜日夜19時よりですね、インターネットラジオで、ビートルーズという番組を、僕と中田さこでやっております。今週で126回目になるんですけれども、今入れときました、ありがとうございます。すごく
緩いんだけども、あの人のね、あの嫌な部分を喋っていこうという番組になってますので、まさに今日の回みたいな。そうそうそう、いや、あの今日の、多分ね、あのことについておそらく触れていくやだギスギスした感じになると。今日の本当にあの冷静にマイクに乗せられない部分を、あの聞きたい方はぜひ、そう、土曜日の、19時のオンエアを聞いてください。よろしくお願いします。はい、はい、私でデュレン、今年最後のライブが12月の27日代官山アルバルさんですね。で、1月が4本あります。こちら、ここでもあります。1月24日ですね。こちらは、10名様限定でございます。私分はもう残りが、あ、ランチライブね。ランチ、夜、金曜日ディナーライブね。残りがわずかですので、おお、すごい。で、言っとかないとダメ。本当はあれ。大事全部余っててもわずかだよ。そうなの、それ。ぜひ。限定だからね。待ってます。27日、とりあえず一番近いのは27日ね。待ってます。はい。はい。お願いします。お願いします。じゃあ、私には特にございませんから。ございませんか。番組告知の方で。はい。お願いします。では、参ります。いつもここでダメな。なんだよ。いきます。クラブパルフェジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿代々木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて開催しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はぜひ皆さんで楽しい夜を過ごしましょう。はい、ありがとう。あとこれね、これ、パソコンでご覧の皆さん、こちらのいいねボタン、ツイッターを、押してくださいね。人の手みたいな。こっち、ね、こちらのチャンネル登録も、うん、お願いします。あ、今のよかったよかった。タンポポ吹き消して、タンポポ吹き消して。おー、素晴らしい。これ今もう画面の向こうの人は見たかったと思う。みんなそっとしてるから。やっぱ仲良しは面白い、うん、MC もいいねって結構言われてたよ。あ、本当？嬉しい。涙が出て、今日で最後です。そうだね。まだでもあれなんでしょ、それは OK なの。言っていい、OK、な。いつ言っても、ね、うん、次は、次は、ちなみに第2回目の、第2回目、第2クール目の MC が決まっております。何月から最初？4月の1週目。4月、5月、6月の何週目か予定でまた出てもらいますので、大人気でね、よかったね。やめないでくださいって泣きついたんだよね。そうそうそう、あと他の人がどんどん押されてきたら、その人が上に行っちゃうかもしれない。やっぱいいわみたいな。あの皆さんの声で、はい、皆さん、私楽しかったでしょ。皆さんあって、ね、楽しかったでしょ。私楽しい、はい、まだ見たいという方がね、うん、またいらっしゃるね。嬉しいですね。次回も、はい、じゃあ抽選いきましょうか。はい、うん、抽選も今日も当てましょう。今日ちょっと豪華やから、俺の名前が結構多いっす。俺も欲しいんだ。俺も。あ、いや、俺後でしゃべっとる。ダメ、買って。しかもあの裸の人でしょ。じゃあまあ、今日初登場の高橋さん聞いてもらえますか。はい、お願いしますね。当たるのは1名様のみよ。はい、当たりますよ。今日豪華ですよ。トナカイさんが選びます。トナカイさん、そうだよね、 CD もあるからね。 CD が豪華。そういう時にでもモスニーさん持ってる。1枚。あー、そうだ。せーの、じゃーん。誰だ？ヒロ。おお、ヒロさん。ヒロさん。はい。ヒロアキ斉藤さん。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい表情ありがとうございます。届けるよ。見てねー。ふわりの方法。
これであれじゃない、今年の笑い納めが笑い納めいやこれ全部当たんないんですが、今日見てくれた人全員の名前が書いてないではいました。これで皆さんの人いいと思います。読み上げていってくださいね。ズンジさんありがとうございました。こんな感じでどん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 、トラキッチーさんありがとうございます。マリパパさんありがとうございます。キタンさん、あ、お疲れ様です。おえちゃん、マジありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。くぼりんさん、はい、ありがとうございます。なつみさん、なつみさんありがとうございます。ゆきさん、はい、ありがとうございます。まおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まおさん、ありがとうございます。やすおさん、ありがとうございます。すごい、なんかこれアドレスできたのかな。ショートラセブンさん、ショートラセブンさん、ありがとうございます。はい、かすみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。森野さん、ありがとうございます。ありがとうございます。みきお富田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。モスリンさん、ありがとうございます。ヒロさん、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、違う、別のヒロさん、違うヒロさん、これは好き。はい、ヤメラさん、ありがとうございます。やったー、やったー、立ってない、立ってないね。ポンさん、ありがとうございます。あれ、どこなんですか。大場国名のすけさん、おー、姉さん、姉さん、姉さん、お疲れ様でした。スレイヤさん、はい、ありがとうございます。ジジさん、ありがとうございます。で、高橋さん、高橋さん、高橋さんでした。ボイニクさん、ありがとうございます。博士太郎さん、博士太郎、ありがとうございます。ケケさん、ありがとうございます。で、佐藤和真、あ、よっクラブパルヘジア、マッキチさん、ありがとうございます。やらせていきます。お疲れ様でした。中指さん、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの方が見てくれましたけども、ねえ、いっぱいでしたね。皆さんにちょっとメッセージの方、はい、では皆さんからお願いします。はい、今年もいろいろ応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。今回もまた来年もパリヘジアでお世話になってたらいいなと思っております。あの、ホラーヘジアなんて言わないで、白目朝子っていう呼ばれてる。いい、クレームです。本当はもう黒目バッチリできますので、来年は、はい、またぜひよろしくお願いします。お願いします。今年は最後ですけどね、また来年も。ありがとうございました。あ、そうでは、はい、初めてのパルヘジア楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。また出れる日を楽しみにしてます。待ちます。はい、初めてなので来ていただいてありがとうございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当になんかゲッソリしてる。誰も得をしない放送をいただきありがとうございます。ぜひね、アーカイブの方ですぐ消していただきたいと思いますが、まあ、演奏の部分ね、うん、皆さんあの素敵にやってくれましたので、ね、ぜひご覧いただけたらと思います。今年もパルヘジアさんにお世話になりました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、みなきゃ3ヶ月やりましたけど、はい、どうでしたか。楽しかったですね。寂しいですけど、なんか3ヶ月って、ね、あっちゅう間ですね。あっちゅう間でしたよ。1ヶ月経つんだけど、じゃあここで、はい、うん、ありがとうございます。ありがやったー、いいですか、開けて。あえて花じゃないところにちょっと、ね、これちょっと苦手なやつ。じゃあ中身はあの秘密っていうことで。見せたい。見せたい。見たい。どうぞ。え、何がどうぞ。あ、すごい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 。何それ。女心分かってるな。女子。少しは気を使えってことだ。洗えよ。神、神。なんで？ボディシャワージェルとか言うの。そうそう、なんかいろいろね、体のやつ。お前臭いぞって今ね、開けた時に思った。
あ、私臭いのかも。4月までに磨いてくださいってことです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。足がサレージャーの乙女心ですよ、赤さん。チョイスが違う、すごい。こんなんどこで買うのか教えてくれよ、ね、メンバー変えてますから。恥ずかしくて入れないよ。入れる入れる。じゃあ、本当に私臭かったの。いや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 、あ、臭いがないね。クロータのような。じゃあ鹿児島、鹿児島県に怒るよ。なんでクロータしたの。やっちゃった。なんかペンさん新しいんじゃん。やめなさいよ。はい、じゃあ最後に、はい、毎度おなじみのポーズで、はい、お伺いしましょうか。ではこちらのカメラですね。右手がもうカメラ、いいですか。ちょっと待って。ダメ。あ、ダメみたいです。まあこれ首頭しかできないですけど。首頭しかできない。練習ね。あ、右手が棒で、左手が輪っかつけてつけてください。で最後に、クラブパルフェジャーと言いながら手を前にグッとカメラに、そうギャーってあちゃーってやってね。あちゃー。 OK ですか。多分大丈夫。はい、はい、行きましょう。ではなんだっけ。今指示してたよ。今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジャー、また来週。またね、4月に会いましょう。またね、待っててね。あ、来週のゲスト待ってて。読んで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 書いたのか、書いたのか言っていいですか。なんか言う、あ、すいませんね。来週のゲストはモスリンさんですね。あと泉真美さん、カホンのサポートの方ユーヤンさんですね。今年最後じゃん、もう。そう。そうだね。で、MC は堤谷直子ですね。ああ、堤下って言わんかったね。どれ、どんな、そんな間違いしないわ。言ってないし、そんな間違いしてないし。言ってないし、言ってない。言ってたね、次の週。あ、違う。もう会えない。やべ、知らない人。業界の大先輩だよね。やべ、やべ、私消されるわ。オリジナルの笑顔、ハンドメイドしてくれ。クラブパルヘジア、クラブパルヘジア。オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔、見つけよう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 。